医者だろうで、ね、社長だろうが、ほんで食ってね、そのいっぺん食いだいたらそんなうまいもんな、まあ、食べれん。ちょっと教えてもらいだからわしは昼は、昼は一切ご飯を食べれん。晩はなんだかんだよそいどうしても、あれが多いもんだ。だからほんとどうしても濃いちゃう。肉系とか多い。その脂肪をね、分解するっていうことを考えてね、これが里芋なんですよ。里芋なんて皮を剥いて煮てみなん、えらい手間かかる。下手なめはすぐ焦げちゃうし。里芋なんてもさ、里芋ぐらいいいからね、脂肪を分解するものはないだろ、まず。脂肪分解する。それから肩が凝るとか、そういう節々の居心地の悪いものはね、里芋なんですよ。よくみんなが貼り薬ね、みんな買われるね、元は全部里芋なんです。日本じゃとても間に合わなくて、全部中国から来るんです。ところが里芋をね、畑で掘って皮を剥いて。